お世話になっております、マサルです。今回は L2 スイッチの特徴について一緒に勉強していきましょう。今までの動画ではやれ OSI 参照モデルだ、カプセル化だ、 CSMACD だ、目に見えないものをテーマに話してきましたが、ようやく目に見えるものがテーマになります。それでは早速始めていきましょう。少しだけ前回の動画の復習をしておきましょう。初期のイーサーネットでは同軸ケーブルというようなケーブルを使ってケーブルを共有して通信していたという話をしました。この場合、各端末は順番にケーブルを利用することになり、接続される端末が増えると通信効率が下がってしまうという問題がありました。そこで登場したのがスイッチという機械ですね。スイッチはポートと呼ばれる複数の接続口を持っています。端末はこのポートと呼ばれる接続口に UTP ケーブルを挿して接続されていきます。スイッチを使うことでケーブルを共有することがなくなったので、効率的に通信をすることができるようになりました。それぞれの端末が通信したいと思ったタイミングで通信することができます。スイッチはデータリンク層で動作する機械です。データリンク層は OSI 参照モデルの2階層目、直接つながっている機器間でのデータ通信を規定しているところでした。スイッチは受信したデータの宛先 MAC アドレスを見て、どのポートからデータを送るか決めます。具体的には MAC アドレステーブルという情報を見て、どのポートからデータを出していくのかを決めます。ここで説明した MAC アドレステーブルなどの話は後の実演で詳しくお話しします。今ここで理解しておいてほしいのは、スイッチには MAC アドレステーブルという情報があって、宛先 MAC アドレスの情報をもとにどのポートからデータを送るのか判断しているということです。では実際に動きを見てみましょう。と実演に入る前に、もう2つだけ覚えておいていただきたい言葉があります。その2つの言葉というのが、コリジョンドメインという言葉とブロードキャストドメインです。コリジョンドメインというのは衝突、コリジョンの発生が伝わる範囲のこと、ブロードキャストドメインはブロードキャストが届く範囲のことです。一つずつ見ていきましょう。コリジョンというのは今まで説明したようにデータの衝突でしたね。その衝突が伝わる範囲のことをコリジョンドメインと言います。スイッチの場合はポートごとにコリジョンドメインが区切られます。ポートごとに区切られるということは、コリジョンが発生した場合に他のポートにつながる通信には影響しないということです。コリジョンが発生したとしても、その他のポートにはこのコリジョンの発生が伝わってこないので、通常通り通信をすることができます。コリジョンの影響範囲が限定的になって、通信を効率よく行えるということにもなりますね。次はブロードキャストドメイン見てみましょう。ブロードキャストは過去の動画でも説明していますが、全校放送のように聞こえる範囲全体に伝える通信方式だと説明しました。ブロードキャストドメインというのはブロードキャストが届く範囲のことです。スイッチはブロードキャストの通信を転送するので、スイッチ全体がブロードキャストドメインになります。なお、今後説明する VLAN という機能を使うとブロードキャストドメインを分割することができるのですが、 VLAN についてはまた別の動画でお話しします。それでは一通り説明が終わったので、実際にパケットトレーサーを使って L2 スイッチの動きを見てみたいと思います。それではここからはパケットトレーサーを使って L2 スイッチの動きを見てみたいと思います。このパケットトレーサーのファイルは概要欄からダウンロードできるようにしておくので、一緒にやってみたい方はダウンロードして一緒にやってみてください。パケットトレーサーの手順はここに書いているのですが、この手順が表示されていない方は左上のこのインフォメーションのボタンを押すと出てくるようになるので、もし出てきてない方はここの i のボタン、インフォメーションのボタンを押してください。では手順に沿ってやっていきます。まずはシミュレーションモードを起動させましょう。シミュレーションモードはこの右下のシミュレーションというボタンを押すだけです。シミュレーションモードにするとデータを可視化することができます。可視化できる情報をフィルターすることができるので、今回は ICMP だけにチェックが入っていることを確認してください。 ICMP だけにチェックが入っていれば OK です。右上の×で閉じてください。では次の手順に行きます。次はスイッチ0の MAC アドレステーブルを確認しようとあります。では実際にやってみます。
スイッチ0をクリックしてこのような画面が出ている人がいれば一度エンターを押してみてください。スイッチという文字が出てきていれば OK です。この状態で show MAC アドレステーブルと入力してください。コマンドの MAC アドレステーブルはそれぞれハイフンが入っていますので、ここは注意してください。 show MAC アドレステーブルと入力できたらエンターを押します。すると今スイッチで管理している MAC アドレステーブルの情報が出てきます。今は特に情報が何もないのでイメージしづらいと思いますが、現段階では何も情報が入っていないことを確認しておいてください。何も情報が入っていないことを確認して次の手順に行きます。次は PC0 から PC1 にピングを打ってみたいと思います。 PC0 から PC1 ですね。 PC0 をクリックしてデスクトップタブのコマンドプロンプトを立ち上げます。 PC1 に向かってピングを打ちたいので、 PC1 の持っている IP アドレス 192.168.0.2 を指定します。ピング 192.168.0.2 入力できたらエンターを押します。するとシミュレーションモードになっているので、このようにデータが可視化されているはずです。ちなみに可視化されているこの情報の色は特に何色でも構わないので、そこは気にしなくても大丈夫です。今はデータが PC0 上にあるので、このデータをスイッチ0まで送ってあげたいと思います。データを送りたいときにはプレイコントロールズのこの早送りのボタンを一度押してあげてください。すると PC0 からスイッチ0へデータが送られていきました。スイッチ0にこのデータが届いたところで、もう一度スイッチ0の MAC アドレステーブルを見てみましょう。先ほどと同じ show MAC アドレステーブルと打ってほしいのですが、直前のコマンドを呼び出したいときは矢印ボタンの上を押すだけでコマンドが出てきます。show MAC アドレステーブルというコマンドが入力できていればエンターを押してください。すると先ほどは何も更新されていなかった MAC アドレステーブルが更新されていることに気がつくはずです。 MAC アドレステーブルの内容を見てみたいと思います。まずここの MAC アドレスというのは宛先 MAC アドレスを指しています。この宛先 MAC アドレスの情報はここのポーツ、このポートから情報を出しますといった情報が MAC アドレステーブルで管理されているんです。今回の場合、PC1 の MAC アドレスは末尾7486です。MAC アドレスを見てみると、宛先 MAC アドレス7486の情報はポートの FA0-2、ここが FA0-2 ですね。ここから出しますよといった情報が MAC アドレステーブルで管理されています。なのでスイッチはこの MAC アドレステーブルを見て、この FA0-2 から情報を送信します。MAC アドレステーブルの確認が終わったら、またデータを進めていきましょう。右側のプレイコントロールズの早送りボタンを押します。はい、このように FA0-2 からデータを送信することが確認できました。帰りの通信も見ていきましょう。PC1 から PC0 へデータを返すときには、PC1 から宛先 MAC アドレスを PC0 の末尾 E2D3 に指定してデータを送ります。プレイコントロールズでデータを一つ進めて、スイッチ0にデータが来たときにどのようにデータを処理するのか確認します。スイッチ0をクリックして念のためもう一度 show MAC アドレステーブルを打ちましょう。すると先ほどの情報とは変わってはいません。ただ今回は参照するデータが変わっているはずです。宛先 MAC アドレスは PC0 の MAC アドレスになっているので E2D3 です。 E2D3 が MAC アドレステーブルのどこにあるかというと、ここですね。 E2D3 というものがあって、この宛先 MAC アドレスの情報はポートの FA0-1、 FA0-1 はここのことです。このポートから出しますといった情報が MAC アドレステーブルで管理されています。ではこの情報を進めていきます。するとこのように FA0-1 からデータが送られていきました。このようにスイッチでは MAC アドレステーブルといった情報を見ながら情報を送っています。補足しておきたい情報としては、スイッチという機械は IP アドレスの情報は関係ありません。 MAC アドレスの情報を見て自身が管理している MAC アドレステーブルの情報と付き合わせてどこのポートから情報を出すべきかを判断しています。それでは今回は L2 スイッチの特徴について一緒に学習してみてもらいました。それでは最後に今回の学習内容をまとめておきましょう。今回は L2 スイッチの特徴について一緒に勉強しました。
L2 スイッチの登場によってケーブルを共有することなく、端末は好きなタイミングでデータを送ることができるので効率的な通信ができるようになりました。また L2 スイッチはデータリンク層で動作する機械で、 MAC アドレステーブルを使って宛先 MAC アドレスの対応を確認してデータを送るポートを決めています。 L2 スイッチは IP アドレスの情報ではなく MAC アドレスの情報を見て通信を制御していることはとても大切なポイントなので理解しておきましょう。あとは知っておきたい言葉として、コリジョンドメイン、ブロードキャストドメイン、この2つの言葉についてもお話ししました。コリジョンドメインはスイッチのポートごとに区切られています。ブロードキャストドメインは VLAN の機能を使っていない場合はスイッチ全体です。 VLAN についてはまた別の動画でお話ししますので楽しみにしておいてください。それでは今回は L2 スイッチの特徴についてお話をしました。今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。